サイバーネームヨンタンさんからです。ありがとうございます。平川さんこんにちは。こんにちは。野島さんもこんにちは。あ、こんにちはです。はい。私にとっては好きな声優さんのラジオを聞くとか、大好きなアニメや本を見るとかが癒しタイム。ほう。お二人の癒しタイムは何ですか？最近ハマってるおすすめとかも教えてください。ということで、なんか最近のハマりもの。最近のハマりもの。最近なんか僕がハマってるものいろいろあるんだけど、ドラムをね、習いに行ったりとか。ドラム？そう。楽器ができなくて、なんかこう音符とか読めないし、音階とかが分かんないから、いろいろやった挙句最終的にドラムにたどり着いたみたいなことがあって、それはまあ個人的にね、癒される時間なんだけど、そうね、最近ハマってるのもう一つあって、これなんですけど、タブレット。タブレット？なんか缶に入ってますけど。そう、あのね、結構でかいでしょ、これ10センチはないけど、結構でかい缶で、この中にね、ジンジャーのね、生姜のねタブレットがあって、もうほとんど食べちゃってね、ほとんど食べ尽くしちゃったんだけど、ぜひ一粒どうぞ。あ、いいんですか、いただきたいと思います。なんかねサイズ的には薬サイズぐらいね、ほんとちっちゃい丸い、そう、ロキソニンをちょっと大きくしたような大きさロキソニンロキソニンか、生姜チンズみたい。わあ、すごいすごい生姜。うん、あ、これ噛んでいいのこれわかんない、僕噛んじゃうんだけど、ほんとにね、生姜の味がねピリピリくるの。 すごいピリピリくる。あ、でもなんかすっきりする。そう、これね、渡辺明乃ちゃんから教えてもらってね、大人買いしてます。へぇ、輸入スーパーとか行くとあるんですよ。あ、本当に？俺も探そう、これ。パッケージがね、茶色でね、ジンジャーって英語で書いてある。本当だ。で、でっかく英語で書いてあるんだけど、僕英語読めない。アルトイズいい加減そうね、生姜の絵が書いてあるから分かると思う。生姜の絵書いてありますね。他にもいろいろ種類があるんだけど、ハーブとかね、でも僕はもうもともと生姜が大好きなので、自分で生姜を煮詰めて、砂糖が固まるまで煮詰めて、それをこうやってタブレット状にして自分でわざわざ食べてたぐらい。へえ、これがある前はね。これでもいい、目覚めに、目覚めにもいいし、で生姜とかって喉にもねいいし、いいじゃないですか。でちょっと体が冷えたなと思って食べると、体がポッポポッポポポしてくるから、ね、ポポポポしてくるんで帰ってきて帰ってきてとてもそれで癒されるんですよ。あ、これはいい、おすすめ。ちょっと本当に、え、輸入スーパーで俺も探してみたいと思います。売ってる売ってる。はい、400円くらい。あ、意外とするねでもね、すっごいたっぷり入ってる、ぎゅうぎゅうに入ってるから、このでかい缶に。さすが輸入食材は違うなみたいな。たっぷり入ってるんだ。アメリカのものですからね。おお、アメリカの飴が入ってますから、ぜひぜひおすすめですよ。じゃあこれで皆さんもアメリカの風を感じていただければ、ね、ただ人によっては癒されるか刺激を受けるかどっちかに分かる。僕は癒される。これでもなんかすごい喉にいい感じが、なんか喉に効く感じがする。俺おすすめですんで、お試しあれ。はい、平川さんはありますよ、なんか。僕ね、僕お茶、お茶お茶飲む。おじちゃんそう、おじちゃん、あ、おじちゃんだもんなんかあの、もともとお茶好きで、まあ割と日本茶も紅茶も飲むんですけど、ハーブティーもあるね。僕コーヒーはあまり飲まないんですよ。あ、そうなんです。で、お茶と言われるもの、だからそう、ハーブティーもそうですけども、日本茶だったり紅茶だったり、そういう、そういうのを結構飲むんですよね。なるほど、確かに香りがねすごくいいからね、僕も好き。そうそう。で、まあ、普段お仕事の時とかはもうお水オンリーなんですけれども、なんかお家にいる時とかは意外とペットボトルとかでももう全然良くて、割とお茶飲んだりしてること多いですね。ウーロン茶はあんまり飲まない。え、なんでお仕事中はお水でお茶じゃないんですか？なんか仕事をしてる時は、味のないものがいいの。へえ。の、なんかお茶だと喉がね、イガイガしたりする時があって。そうなんだ。そう、だお水ばっかりですね。僕はコーヒーか、それか、あの、炭酸系の。そう、そう、炭酸を飲んでる人がいるんだよね。あ、野宿もそうなんだ。コーラとかよく飲みますね。仕事中にさ、喋っててギューってなったりしない。知らないうちに、人が知らないうちにこっそりと見る。ああ、そうなんだ。炭酸はの、でも炭酸も喉がこうチリッとしてスッキリするから、スッキリしてふってなんか目が覚めて、集中力が増すんだよね。ああ、いいな、わかる。でコーヒー飲むと僕口回らなくなるんですよ、ね、なぜかコーヒー飲むと口回らなくなるんですよね。お子ちゃま。あ、そうなのかな。おじいちゃんからお子ちゃまに、もう幅広くやってもゆりかごから墓場までやります。やってますけどもね、平川大輔さん。はい
そんな感じで僕なんかお家でのんびりお茶飲んだりするの好きです ね、 最近ね。いいですね、癒されます、はい、今度はこのジンジャーを、うん、あのお茶受けにというかお供にこれに合うお茶を探して、そうですね、飲みたいと思います。でもコーヒーに合いますよジンジャーは。あ、本当にコーヒーダメか。コーヒーまあ、ね、嫌いってわけじゃないんだけどね、うん、でもなんかこれ紅茶とかでもすごい合いそう。ほらジンジャーティーとかもあるじゃないですか。ヨギティーってんの好き僕。へー、ヨギティーってのがあって、あ、それは聞いたことない、ね、うん、ジンジャーが入っててすごくねピリピリするんだけど、すごい体が温まってね、うん、なんか自己治癒力が高まる感じがする。本当、うん、なんか生姜湯とかも飲むよ僕結構。生姜湯も、あ、僕も好き、うん、生姜湯いつも冷蔵庫に生姜が常に入ってる。あ、ちゃんと吸ってやるんだ。うん、切ったり吸ったりいろいろ、蜂蜜漬けにしたり、うん、砂糖で入れたりとかいろいろやるな。もう僕は買ってきた粉末みたいなやつです。あとこうファンの方からいただいたりとかね、ちゃんといただいてます。そういうの、あのお家で飲んでます。そんな感じで、はい、なんかねお時間があんまりないのでちょっとね一通しかご紹介